今回こそ西ドイツにとどめを刺しに行きましょうということで、ワールドカップ決勝のつもりで戦う、まあ、そんな感じでねやっていきたいと思うんですが、まあ、前回ね、検証した通り、ドライブタイガーであれば入るというのは見たんですが、あの時ね三浦君倒れてたから、倒れてなかったらどうなんだと思ってさ、それちょっと確かめたくてやってみたら、10本ぐらいは軽く打ったと思うんですが、1本も入ってないんですよね。なので倒さないと、まあ入らない、あーやばいじゃないかなっていう感じはするんですが、ただねもう一つだけ分かって、ドライブタイガーじゃなくても実はネオタイガーであればめちゃくちゃ低確率で入ることが分かったんですよね。 5% ぐらいかな、体感的には。多分20本ぐらいは打ってて1本だけ入ってるので、でただ条件としては三浦君がキャッチをすること、キャッチをね選択すること、マーガス君のシュートはねキャッチできます。まあ弾くかキャッチするか、まあ、たまに入ることはあるんですが、よほどね若林くんがファンブルを引かない限り大丈夫なので。おお、さすがキープ力の松山。これもやるしかない、イーグルパスだ。まあまあまあ弾かれただけでもマシね。澤田くんナイスで、敵のシュート力はシュナイダー君以外は全然大したことないので、美咲君はいいな。シュナイダー君だけね100を超えてて、ファイヤーショット打たれると本当に2回に1遍ぐらいね、原作さながらの2回に1遍ぐらい入っちゃうので、ここは翼君使っちゃうか。敵をね倒せばとりあえず、あの時3回やって3回入ったから、でまあツインシュートねこんな感じで止められることはあるんですが、まあ、ネオタイガーでもね止められたりするんですが、まあ、正直ネオタイガーよりやっぱりツインシュートの方が弱いかなと思いました、今までのね結果から言うと。でモブの能力、敵のモブの能力はねフランス戦よりも弱いので、この西ドイツは。なのでモブがねむしろ打ってくれればめちゃくちゃラッキーなんでね。ちょっと待って、敵の3番が来たぞ。ただそうは言ってもこちらの能力値よりもかなり高いので、こちらのね顔キャラよりも全然能力値高いので、なのでちょっとあれなんですが、さあここは、あ翼くんいたな、翼くんに渡してもう一回ツインシュート打ってもらって、これで倒れたらいいんだけど、倒れなくてもとりあえずネオタイガーを次打ってキャッチして弾かれない限り倒れないからね、キャッチされたら倒れないから、まあ当たり前だけどね。やばい、2分の1来るぞ。むしろペナルティ内だったら、ペナルティエリア内だったらやばいんじゃないか。よし、うん、オッケーオッケー。まあ1点勝負なんでね、1点入ったら、はい入れられたら負けなんですが、でサオ君に通ればいいが通らない。カウントは後半まで持ち越しなんだろうか。マーガス君シュート、その位置からじゃあキャッチ、よし。これはミスギ君あと10秒で死んじゃう、あ死んだミスギ君死んじゃった。ここはミサキ君に渡して、
残り時間がね4分10秒になるとどうやらね死ぬそうなので、これは美咲くんで持っていくしかないよね。ちょっとうまく1分も使うのかよ、その生き抜くのに。これはどうなんだろうな、打たない方がいいかな。後半、ああそれどころじゃなかったねそれどころじゃなかった。さあもう美杉くんは死んじゃったので、佐野くんに変えて、あんまりね話せるやつ少ないんだけど、出てない若島ぞ。ワールドカップ優勝が俺たちの夢なんだ出てないけどね。さあ後半戦どうなんだ。とりあえず場面を作れればいいんですが、やめろ、シュナイダーだけはやめろ、シュナイダーだけはやめろ。やべ、おお、なんでカルツくん、カルツくんは2番目に強い、シュート力71。やばい、シェスターくんは65、マーガスくんも65、シュナイダーくん何なんだオフサイド取ってくれよオフサイドないけどね。さあカルツくんのシュート2番目に強いけども、シュートはキャッチは可能なんですが、だけど、おお、美咲くんがなんでこんなの1に、まあちょっと美咲くんで持っていこう。ドリブル、モブの能力値よりは多分美咲くんのドリブルの方が高いので、確か50いくつじゃなかったかな、モブは。セスターくんとかはね、まあ高いけどね。翼くんも完璧に回復してるが、これは、ああ、セスタ君。よし、美咲君、美咲君ナイス。これセンタリング上がる。センタリング上がるんだったら翼君でいきましょうか。カズオ君でもいいんですが、カズオ君のスカイラブツインよりは、翼美咲のツインシュートの方が弾かれやすい。なので、こっちを選んだんですが、おっと、カズオ君、カズオ君が防いだ。いや、嫌なやつに、なんでそこに行ったんだ。どういう飛び方をしたらそこに行くんだ。そしてファイヤーショットを打っていく。バンチング、おおやるやる、これは、味方はどこにいるんだ。むしろ、イーグルパスやる、イーグルパス、イーグルショット。え、嘘、バカな2番程度に松山君のイーグルが止められると。打ってこいよ。よし、ラッキー、オッケー、安定ですね。これが分かっただけでもね、全然やりやすさが違ってね。でも実際ね、延長行ってね、互角で PK 戦まで行ったことあるんですよね。PK で負けたけど。ただね、サドンデスになってね、5本目で決まらなくてサドンデスになって、8本目か9本目くらいまで行って負けたんですよね。8本目かな、あれは。さあ、うまいセンタリング、うまいセンタリングからのうまいツインシュート、いっけー、くー、強しね。低いボールを、美咲くん、あ、倒れた。これは日向君に行けば、うわ、センタリングだったら通るんですが、センタリングまで行くか、これ。倒れてる？倒れてる。これ、ヒューガ君渡したい。センタリング、センタリングは必ず通る。そして、三浦君倒れてる。ドリブル。そして、三浦君倒れてる。ネオタイガー。これだったら、
行ける確率はかなり高いはず。よし、来ました、ついにこの時が。だけどまだ7分。これ連続で防がれてないからどうなんだろうね。もう一回防がれたらドライブタイガーフラグ立つかな。連続じゃないとダメなのかな。パスの方が怖いけど、よし、いける、これはいける。よし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 、マサオくん、マサオくんってことはどっちか、カズオくんが取ってほしいんだよな。そしたらマサオくんが前に走るから、走らない時もあるけど。さあヒューガくんには通る、 OK。 残り3分50秒。これはこれはもらった、もらったんじゃないか。うおー、向こう今ドリブル、よし、時間を使う意味でもね。でここまで来て、もうちょっと、どうせだ、あ、間違った、タイガーにしろ、ネオタイガーにしろよ。なんでタイガーなんだよ、なんで手加減しちゃったんだよ。お、ジドくん、ジドくん思い出シュートしよう、ジドくんの思い出シュート、ここでホイッスル、勝ちました、日本優勝です、優勝だ、世界一だ、俺たちの夢が叶ったんだ。翼くんやったぞ、翼くん。第1回大会は日本が強豪西ドイツを破り世界を制覇しました。みんなよく戦ったぞ、ナイスゲームだ。いやー、まあまあやり直したかな、多分ね20回ぐらいはやり直したかな。で当時彼女たちが、彼女じゃない人たちもいた。この人は美咲くんの彼女なのかな。あずみ、翼優勝おめでとう、君たちがナンバーワンだ。シュナイダーくんはかっこいいんだよな。次はワールドカップで会おう。両キャプテンががっちり握手です。今の原作キャプテン翼ね、今のはそんなに読んでないんですが、6年前ぐらいから読んでないけど、俺を熱くしてくれたチーム、できればね、やっぱシュナイダー君とかが活躍する感じにしてほしいなと思うんだけどね、全然出てこないんだよね。全日本がジュニアユースクラスのサッカー世界一に輝いたのです。翼、今日から新しいサッカー神話が生まれるんだ。タバコとか吸いやがって、いい気なもんだぜ。それではここパルクでプランススタジアムよりお別れいたします。皆さんごきげんよう。みんなご苦労だった。さあ日本へ帰る支度だ。はい。ん、おい翼、あれはロベルト、今頃来やがったか。よくやったな、おめでとう。本当にロベルトだね、ぶん殴ってもいい。翼、俺と一緒に世界を目指そう、もうぶん殴っていいよ。変なヒゲしやがってっつって、ロベルト本当だね、今度こそ本当にブラジルに一緒に行くんだよ、疑心暗鬼になってんじゃん。来るか翼、行くよロベルト、それ小学校から言ってたんだよ。翼やったな、みんなありがとう、今度はみんなでワールドカップ優勝だ。これ真ん中のやつ誰なんだろうね、真ん中左のやつ。美咲くんだとは思うんだけど、顔潰れすぎじゃない。そして2に繋がるんだよね、これオリジナルストーリーになるんだけど、それがまたね素晴らしいんだよ本当に。1はねまだシステム的にすごく未熟なところがあるんですけども、2からはね本当に演出面もまあテクモシアターというぐらいね、すごく強化されてて、そしてまあ何はともあれね、やっぱシナリオがすごく、まあ、1もすごく良かったんですが、まあ、2、3とね良くなってて、で3はさらに演出面がねスーファミになってパワーアップしてて、でそしていろんな人のね必殺シュートとか、まあ、シュートだけじゃなくてねパスとかタックルとかそこら辺にもね必殺技がついて、まあ、2からねついたんだけど、まあ、そこら辺もまたすごいので、ぜひともねこのキャプテン翼シリーズ、まあ、テクモ版のねキャプテン翼シリーズはね、ぜひとも一度プレイしていただきたいなと思います。
そしてできればね、テクモ版の新しいキャプテン翼を出してほしいなと。まあ今で言うんだったら、まあ稲妻イレブンとか、そんな感じかもしれないんですが、まあこのテクモ版のキャプテン翼ってね、本当に面白いので、まあ4ぐらいまでだったらいいんですが、5はね、ちょっとアクション性があって、まあサッカーゲームなんだから、アクション性というかね、スポーツとして、FIFA とか、ウィーレみたいなね、やるのが当然かのような感じはするんですが、まあそっちの方もね、確かに面白い、すごく面白いんですけど、このテクモ版のね、このキャプツバっていうのをね、またやってほしいんですよね。まあ今のまた原作いっぱいあるので、まあそっちまで行って、またオリジナルのね、このコインブラとかね、そこら辺を出して、繋がってほしいなと思います。さあ、テクモ版終わりましたが、ここスタート、あ、聞かないんだ。そっか。というわけで、キャプテン翼ね、1はこれで終わりになります。2はね、もっと面白い作品になってるので、ぜひとも未プレイの方は、ファミコンミニ持ってればね、そのままできますので、やってみると、すごく楽しい思いできると思うので、やっていただけたらなと思います。それではまた次回作でお会いしましょう。さあ、ヒュード君、ここのボールをネオタイガーで吹っ飛ばす。ぬおー、え、嘘、え、ネオタイガー入るの、嘘だろ、ネオタイガー入る時もあるんだ。いや、相当だぞ、今の。ソーダ君は外せるか。うん、ダメか。だが、時間は使った。さあ、どうなる？同点のまま。あ、PK 来た！来ましたー！ PK 来ました！今のとこ圧勝してますからね。さあ、ここはやはり、まあ、松山君、和夫君、そして、ヒューガ君に任せて、美咲君からの翼君だろう。さあ、どっちだ？西ドイツの一番手ってことは、こちらが守りか。左だ！今、アーガス君の、おっと、逆！さあ、松山君。さあ、どうなる？松山君は、右だ！よし！いや、オッケーオッケーオッケー。危ねえ。シェスタ君。シェスター君左に曲がるよ、これ。シェスター君だもん。ほら。オッケー。シェスターはなんか左って感じがするもん。イメージ。左。左だ。右に飛ぶでしょ？ほら。オッケー。さあ、3番手は4番。4番？ 3 番手結構重要だと思うんですけどね。いや、もうここ俺は左に飛ぶぞ。あれ？さあ、ヒューガ君、ここは重要だぞ、ヒューガ君。ここは右に行くね。よし。よし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 。さあ、4番で敵の2番、え、2番なんでもっと顔キャラ使わないの？いやいや、左だ。左だ。うん、なんでなんだよ。さあ、4番で美咲君、ここを決めれないとまずいことになる。右だ。やばい。まずい。決められるとカルツくんが最後に来た。なんでシュナイダーくんではなかったのか。ここは右と見せかけて左だろう。よし、来た。ここで翼くん、決めてくれ。翼くん、キャプテン翼くん。右だ、右。もう右しかねえ。嘘だろ。いや、これどうなんの？ん？サドンデスになります。サドンデスだから、あれだよね。あ、逆！これで入らないと、ジトー君。ジトー君右だ！よし！おー、オッケーオッケー。枠外に行く可能性もあるかな。さあ、弾けば可能性はある。右ばっかり来てる。左。いや、沢田くん、沢田くんはね、もう決まるよ、左だから。よし！オッケー！熱い！
誰西ドイツの誰、今の西ドイツの誰、右だ、シュナイダー君じゃん。うおー、なんでシュナイダーだったのに、なんか文字が見えなかったんだ今の。うおー、左と見せかけて今の左飛んできゃよかったな。右だ、よし、あー危ない、誰だ敵の3番。いやもう右だろお前、なんでこんな時々左なんだよ嘘だろ、沢野くん、あーやばい、左だ、うおーバカだ、防がれた、 PK 合戦で姿を消した。